あ、会いたいのっすか。増楽正雄出たこう机にこうなんていうこう手を置いてこうこうあこういうやつあるやん。あ、はい、それをなんかチーチーパッパーチーパッパーって言ってた。目パチパチさせたのそれめっちゃ小学校2年生の時に転校してきたんですよ。増楽正雄ですって言って、まあ、当時は別にね増楽さんもいるかって感じでしょうけどね。いやまあでもざわつきましたよ。変な名前はないし増楽って何やねんって。なんかもうむっちゃ荒れてた。もう学級崩壊してたんで2の4は武田学級。うちはもうむちゃくちゃやったんですよ。武田学級最悪やったんですよマジで。先生ももう白旗あげてほとんど来なかったんで、自習だらけやったんですよ。うちほんまもう喧嘩ばっかしてたんですけど。え、小学校の話なんだ。小学校2年生もうひどかったです。ほんまひどかった。へえ、ほんまにひどかった。でそれでなんか増楽君が来てなんか喧嘩になるじゃないですか。やっぱどんだけ強いねみたいななってましたけどね。ああ、へえ、増楽はスズラン高校やもん。いやほんまそんなんでしたよ増楽。で頭良かったですね。すごく勉強できたっていうイメージがありましたね。あとは目パチパチさせて何か言うんですそんな増楽正雄の名前を借りてくまちゃんツイッターになんか自分の言いたいこと言ってるんですマジで増楽正雄のせいにしてるんですよ。僕だってやろ。なんか名言を増楽正雄が言ったみたいにして自分の思ってること言ってるんですよ。わーブロックしといてよかったツイッター石川拓吾くらいのテンションで増楽正雄あれ誰からもツッコミないですからねお客さんからきつ違うんですよ。あれは、増楽正雄の正義じゃないけど増楽正雄はこう言ってたやろうな何ありましたっけ増楽正雄の最新のやつは、眉間にしわ寄せててもいいアイディアは生まれないよ増楽正雄眉間にしわを寄せててもいいアイデアは生まれないよ増楽正雄パチパチパチ、さっき言うたやん、なんでわからんねんって。そのさっきの言い方とやらがあかんのちゃう。挨拶と一緒や。相手に聞こえてなかったら言ってないと一緒。届くように言わな増楽正雄。いやいやいや普段から言うてるやんいっつも挨拶は聞こえてなかったら言ってないと一緒や。普段からいっつも言うてるやんただの卑怯者やんけ。おのめの言いたいことや長澤まさみちゃんが来ても荒垣結衣ちゃんが来ても絶対に俺は行かへんな。俺は彼女がおるからっていう男と飲む酒はない増楽なんや硬派の男かと思ったら急になんやいやじゃあそんな増楽正雄君に、謝罪の意味も込めて歌いたいと思います。ナタデココ。ごめんな、増楽。